エミリコとまさみです。さあ今日なんですけれども、もう皆様背景でお察しではないでしょうか、こちらの袋でお察しではないでしょうか、本日は大人気開放大企画の初めての店舗サンキューマートを貸し切ってサンキューマートで開放大企画です。ドゥンドゥルダンドゥンドゥルダ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 ンで、もういつものルール通りこの袋に一杯までは自由に開放だ。というわけでいきましょう、ヒャリーゴー、クション、はい、はい、ちょっと待って、もうとりあえず入って、とりあえずね左パッと向くと、もうすでに可愛いわけですよ。正直言うけど怖い。え、まずもうこのパンダ、このセット巾着とこれ激怖かい、怒っちゃった、おかげにしてもらって、やめさせてもらおうわ。どうもありがとうございました。じゃあ感想か。もう帰りたくなっちゃう。もう好きすぎて。これも可愛いな。これ何？ペンケースですかね。なんだこれ。龍可愛い。言っておきますか。いやでも今日はちょっと気が大きくなっちゃうと言っても過言ではないな。まあね。だって390円でいけるんだよ。でも10個でほぼ4000円ですよ。分かります。これのストレートアイロンがめっちゃ人気らしいです。安い。安い。怖い。こういうちっちゃいやつだとこういうキュッてやりやすいじゃないですか。なるほどね。大きいやつだとこれがピャンってなってデコにバチってなってあっちーって女子あるあるなんですけど、人によってはアイロンを部分によって変えてる子とかもやっぱ女の子っているんで、そういう時にもいいし、旅行にも持っていきやすいしっていうことをいろいろと考えると、このストレートアイロンは買うべキーなんですよ。キーなんですね。キーなんです。シでもいいですよ。シでもいいです、うん、シかキの方正解です。買うべダメですか。え、買うべは特別に今回は OK とさせていただきます。ありがとうございます。カウベルはダメですか。カウベルってなんすか誰ですか。牛のベルいやダメでしょ意味変わってきてるでしょうが。で、色があるからピンク、ね、白、ベージュ。まあでも私は自分のイメージのぴったりの純白の白を購入させていただきたいと思います。パープルですね。パープルでした。で、アイロンケースも買っときます。そんな用意周到な。用意周到です、分かってます。アイロンケースも買いました。はい、次行きましょう。あー待って、 iPhone ケース可愛いけど、さっき iPhone ケース買ったからスルーしたいけど本当はスルーしたくない。でももうキリがないから、良きところでスルーするのが大人のセンタークク。あ、正解です、ありがとうございます。おはようざーって思ったらこっち側にも iPhone ケースある。うわえ、可愛い。めっちゃいいな。めっちゃいいですね。え、てかすごい広箱じゃない。さすがにスマホケースは1個にしとこうかなと思ってる。次行きます。あ、でも T シャツは大丈夫かな。外周タートルズいいな。タートルズ、ちょっと友達じゃないですね。なるほど。はい。ってなったらもうここにも見えちゃってるんです、ディズニーコーナー。選抜メンバーを今から選びたいと思います。はい。本当だったら全員選びたかったのを選ばせていただくという立場なので、はい、本当に、皆様実力に差はないと思ってもらって大丈夫ですので。なんて言うんですか。選抜って神セブンじゃないですか。 7? じゃあ3 3 3、この一面から本当に欲しいやつ3つを選びます。金銀銅とかですね、言ったら。はい、じゃあいきましょう、はい、第3位はドルバン、ニックのふわふわ巾着。ニックはそのキャラクターとしても好きですし、男としても好きですみたいな、うん、何それみたいな、ちょっとバカにしたようなこの表情がもうとてもとても私の理想のタイプと近いので、これはもう文句なしの堂々の第3位です。第2位はドルデキロン。デキロンニックです。やっぱニックのヘアバンドなんですね。あ、3位2位独占。なんか、はい、狩猟民族の女性みたいです。見てみましょう、あの鏡で。なんですかね。なんかね、うん、すごい思想が強い感じのあれですよね。うん、じゃあ第1位発表します。まあ、第1位はちなみにニックではありません。第1位はドゥルルルプロン。プロン。ロッツォです。ロッツォのハート型ポーチ。これ超可愛い。悪いやつですけどね、こいつ。知ってるよ。でも可愛いんだもん。世の中可愛けりゃいいんす。でもね、ちょっとこれも欲しいんだよな。これもうちょっと大きいから、なんかそれこそ歯の糸とかね、そのなんかエチケット系をね、忍ばせるんですよ。フロスね。はい。そう、歯の糸とか、そういうなんかちょっとした、ね、あのエチケット系を忍ばすのにちょうどいいから、うん、あとこの顔可愛くないですか。確かに。ふふんみたいな。裏も可愛い。いちごみっちゅ。いちごの香りがしますからね、ロッツからはね。というわけで、同率1位ということで、こう行かせていただきます。行きましょう、次。靴下もあったんですか。ロッツとアースラになっちゃうな。これはもうしょうがないです。普通に買った。はい、え、待ってー、クッピーナモネのウサギはさすがに可愛くないか。さすがに可愛いのではないでしょうかという。可愛いですよ。議論を今したいんですけど。可愛いですって言ってますよ。どう思ってますか。可愛いですって言ってますよ。さすがにどう思ってるんですかっていう。言ってますよ、可愛いですって。本当に思ってますか。はい、え、だとしたらそんな可愛いですよとかじゃなくて、うん、もう、え、本当に可愛いと思いますって、もっと多分熱量が高くなると思うんですけれども。1年半ぐらいの付き合いで、ね、なんかその1回でも。だからちょっと熱量欲しいですね。でもこれってずるいのが、うん、これ2つでこうやって揃えたくなっちゃうから、もうこれもこうでこうです。こうの、こうの、こうです。うんうん、もうでしょうね。飽きてんじゃないですか。そりゃそうでしょ、動きは。今分かんなかった方もいると思うので、もう一回だけ説明しておくんですけれども、はい、え、こうの、こうの、こうで、こう。で、レジです。レジです、もう一回。レジです。見たことない。はい。なので皆さんもね、よかったら試してみてください。わっ。
私の LINE スタンプでよく使うやつそうだ、私の LINE スタンプのやつ、こればっかり、こればっか使ってくる、了解ですばっかり、これの待って、可愛い T シャツ見つけた、推ししか立たん、推しオンリーウィーンって書いてます、可愛い、これしかないのかな、聞きましょう、谷沢さんに、谷沢さん、谷沢さん、この推ししか勝たん T シャツ欲しいんですけど、はい、これ今1枚しかも残りないみたいな感じですか、少々お待ちいただいてもよろしいですか、はい、これめっちゃ可愛いですね、ありがとうございます、これはサンキューマートオリジナル雑貨シリーズの推し活シリーズっていう、ここにもあるんですか、いっぱいあります、え、どこにあるんですか、ご案内してもいいですか、結構先ですか先と結構あの歩きました、この中でしょ言っても、すごいこういうのとか顔がやすぎて無理キュンです、世界一可愛いよみたいな、推しのチェキとかアクリルスタンドを、あ、なるほどね、これめっちゃいいな、これめっちゃいいですよね、あとこれね、缶バッチとかさ、その板ばっくりできますからね、ここに全部入れていって、うん、これめっちゃいいわ、これね、毎日見れますね、はあ、じゃあとりあえず推ししか勝たんポーチはいっとこうかな、でも今私本当に推しいないから、確かに最近も聞かない、最近あんまいないな、とりあえず推ししか勝たん T シャツ買おう、現品でよければ値、じゃあラスイチいっちゃいます、似合います、うわめっちゃ似合う、よかった着てそう、着てそうですよね、こっちはいいですよね、そうっすね、なんかその全然いいと思うんですけど、私がさこの帽子いきなり被ってきたらちょっとびっくりしません、ちなみにいいですか、全然なんかその皆さんがこれ被って可愛いってなるんだったら私も買おうかなと思うんですけど、ちょっとあの毛のやべえ感じあるのあるんですけど、毛のやばい感じなんですか、タイツ被った感じ、あの別にそんな変じゃないですよ、そうなんだ、それあの韓国の通販とかで流行っててトレンドで他で買ったら1000円ぐらいするものなんですけど、はい、うちは390円で売ってます、普通だったら1000円ぐらいするやつをここでは390円でしか買えないってことはこれ買わなきゃ損ですね行きましょう、怖え、ステッカー可愛い、ステッカー2点で390円、2いっちゃおう、この辺好きそう、なんか好きですよ、でも iPhone ケースさ一番最初の私パンダのやつ買っちゃったんだよな、うん、iPhone ケースって基本1個で音足りるものランキング1位じゃないですか、ってなった時にちょっと困っちゃうなっていうのは正直あるんですけれども、どうしたらいいですか、フィールド iPhone 増やすっていうパターンありますよ、ね、iPhone 増やすか、うん、iPhone ケースをつけたいがために、うん、頭おかしい、まあ、一旦買ってみるか、猫かわいい、折りたたみミラー、かわいい、この子のミラー買おう、これもいいですね、マスクケース、持ち運びとか食事中の一時保管に、うん、まあまあ行かせてもろて、まあ、待ってトムジェリーあるじゃん、こんなんかわいいでしょ、こうかな私選ぶんだったら、このトムバチクソかにかわいいですね、これいいね、あんたいいよ、あんたいいよ、折りたたみ撮影ボックス、わあなるほどね、今後ねご飯とか食べるときにインスタート撮るときとかにさ、他にご飯乗せてさカシャとか撮ったらさいい感じになりそう、顔絶対ないですよ、絶対ない、絶対ない、やんない、絶対ない、やんないにいくらかけます、マジでリアルに言って、はい、10万です、私も私がやらないにかけるとしたら100万かけます、やばやめましょう、冷静になりましょう、ナチュラルにヘアゴム欲しい、色がいっぱいあるから 3以降こういうのめっちゃ助かります、あ、あれいいんですか、これねえ、何ですか、うわー見てなかった。かわいい。でもこういう大きいポーチは今日買ってないから。そうでしたっけ？買ってないです。買ってないです。大きいポーチないです。ちっちゃいポーチしか買ってないんですって。うんうん、本当ですって嘘じゃないんですって。ほら、だってこういうちっちゃいポーチ買ってるけどこのサイズのポーチ今日買ってないから。だからもうあの許してください。買います。かわいいな、トムト＆ジェリーは。トムト＆ジェリーはかわいい。かわいいですね。はい。これもいいな。バッグみたいな感じで。これは。エコバッグ、エコバッグ最近でスーパーで自炊するんでエコバッグします、ここがなんかお弁当箱とか売ってるの、でも私はお弁当箱は使わないです、ただタッパーは使います、うわかわいいハリボー、かわいいこれ、うん、これはちょっと何個か欲しいな、このサイズのタッパーちょうどいいですからね、これハリボーのやつもめっちゃかわいい、これ何入れなんだろう、聞いてみようか、谷沢さん、これランチバッグなんです、あなるほど、ね、なるほど、これかわいすぎる、できるんで大きいお弁当箱だったら最大ここまでで水筒も一緒に入れられちゃいます、はい、小さいお弁当箱だったらこうやって、え、かわいい、あ、めっちゃいい、こうです、かわいい、これお弁当持ち歩かない私が使うなら何入れたらいいんですかね、メイクブラシとかどうですか、あ、めっちゃいいっすね、何のむことしてんの、そっか、ねえ、エミさん、え、うん、何言っても買ってんすよ、うん、あ、そっか、じゃあ使えますもんね、大きめのファンデーションとかも絶対、あ、めっちゃいいっすね、旅先でフルメイクしたい時とかもバッチリだと思います、めっちゃいいじゃないですか、それでもっと便利なのこっちなんですけど、うん、なんか私これの似た人知ってます、ね、アットコスメにいます、そうなんですよ、なんでしょう、まあ、話聞くだけですよ話聞くだけですよ、じゃあどっちかですよね、エミさん、これは買いますよ、なんでこれは一旦ほうれん草入れていいですよとか買ったでしょ、多分ほうれん草ちょうど入りますもんね、でしょ、白菜と
かも全然ハーフサイズだったら折りたたんで、そっかちょっと切って折りたたんで、フルハーフサイズだったらちょっと待って、さっき買ったでしょ、そうなんだ、エコバッグ、エコバッグ買ったでしょ、エコバッグはスーパーとかじゃないですか、その白菜とかほうれん草とか単独で持ち歩いて、誰がどこにマジで、欲しいもん、可愛いもん、このハリボーのやつ、まあ、一応その谷沢さん推しを聞きましょう、これもあの白菜入れで便利なんですけど、本当ですか、普通です、内側にポケットが8個ついていて横にも入るんですよ、なんかメイクさんがまず持ってる、あ、そうですね、メイクさん用ですかね、めちゃくちゃ入るってことですね、そうですね、取っ手ついてますしね、これえ買った方がいいですよね、どっちかでいいんじゃないですか、お、まさかの冷静じゃあお疲れ様です、これ売ってる、あ、本当だ、これ有名なやつ、よかったです、私この夏結構ボディに塗りまくったんですけど、やっぱ良かったので、これはもうあの使ってるんで買います、うん、普通に、これいいっすね、大量のヘアゴムが入ってるクマ、これ前髪結ぶのにすごくいいんですよね、しかもこれ見てください、約500本入り、もう数えれない手ないです、約500本入り、とてもいいと思うので、これはだから1000本あったら、まあ、絶対これから前髪結ぶのに困らないと思うから2個買いです、ちょっと1個言っていいですか、はい、表にピエンの枕あるじゃないですか、あれ欲しい、あれ欲しいなと思っている時にこのキャップ考えたらちょっと入らないなっていうのが多分入ったらいいですね、多分ロッテ方式ですよね、多分そっか、入れていいですか、うん、一回最後です、最後でいいですか、はい、分かりました、はい、っていうので、ここが次そのなんかね韓国系のグミとかお菓子系がたくさんあるんですが、正直テンション上がってます、知ってますよ、最初からですよ、あんまりこういうこと言いたくないんですけど、まあ、まず私こういうの大好き、これ何、これポテチですか、もしかしてこれ味のポテチってことですか、ハニザオさん、え、これポテチですか、ポテチです、ハニーバターポテトチップ、え、これはじゃあ、ハニーバターの味がするポテチっていうことですか、そうですね、韓国で人気で、韓国で人気なんですね、で、日本でも人気です、韓国で人気のものは日本でも人気です、うん、なのでいいです何言ってるんですか、韓国で人気なものは日本でも人気です、何言ってるんですか急にじゃあこれ2個で390円なんで、これまず1個いきの動物でっかーね、この2いきまして、次いきますか、エコバッグかわいい、こういうの中華みたいな感じでかわいいから、まあこれは買うとしても、折りたたんだらちっちゃくなるしねこれは買うとしての、あ、かわいい、はじけてるイラストやってか、猫かわいい、猫おにぎり食べてもーんって言ってます、まあでもね、エコバッグはね1店舗で1つ買うべしからず、トートバッグ、1店舗で1つでとどめておくべしっていうことわざがやっぱ古来よりあるので、うん、それはやっぱその教えを守っていきたいですよねっていうのは正直ありますよね、かわいい、なんかさっき買った形な気がするけど、このバーバパパかわいいまあでもさっきのやつはそのなんかちょっとリップとか直すのに使って、これはちょっと目薬を入れたりとかなんかそういうのにちょうど使えるんでいいっすね、なるほど、ビービーピピかわいい、バーバパパね、ビービーピピかわいい、バーバパパですから、え、待って、ビービーピピめっちゃかわいいじゃん、バーバパパでしょ、ビービーピピ全く同じじゃないですか、え、でも BBPP かわいい、どうします、こうしてこうです、買うってことですね、買うってことです、大きい声で言ったら OK だな、買うってことです、ハリボーハリボーだボーでおなじみのハリボーですよ、かわいい、グミ型、うん、グミ型キーホルダー、うん、未来の世界のグミ型キーホルダーですね、ギリギリですね、ゴロがギリあと1文字でも多かったらもう無理でした、本当にね、どんな問題ボーク、ハリーボーですよね、ありがとう、うわ、かわいい、これ、ブラシこれめっちゃかわいい、ハリボーだボー、うわー、ちょっと待って、このディズニーのやつ、これかわいいですね、ちょっと説明してもらおうかな、タレザさん、このディズニーデザインのコスメはサンキューマートでしか売ってないものなんですけど、これもすべて390円です、全部、はい、日本では流行ってます、日本では流行ります、これから日本では流行るんですか、はい、予知してるんですね、はい、かわいい、これに関しては私はやっぱりもうちょっと選べないかなっていうのが正直あって、じゃあ今日は諦めましょう、諦めないでいこう、どんなことがあったとしても、何度でもそう、何度だって無駄でいけばいいの、ちっちゃくちっちゃく、おお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 お、行きましょうか、うるがを引いてますから、いいですか、ドン引き、はい、新しいパターンですね、そうですよ、地球グミはさすがに欲しいです、確かにやっぱ YouTuber たるもの、地球グミ、目玉グミ買います、以上かな、まあ、全部回りました、回りましたね、全部、最後もう一周だけしいですか、いいですよ、はい、ちょっとじゃあ早めに歩きますね、はい、これめっちゃ可愛くないですか、アイアイ傘みたいにしてるんですよ、確かにね、どう思います、もうなんかキュンキュンしちゃいます、じゃあ買うべきですよ、ときめき大事ですからね、あ、じゃあもうごめんなさい、迷いは晴れました、 OK です、じゃあこれでもう買い物は終わりなんですけど、最後あのピエンを買って終わります、
あ、2行きます。確かにね、クッションはなんかね、ソファとかにピエン並べときます、うん、やっぱぬいぐるみって入りやすいんですって。まあね、でこれも結構なんかちょっと感情持ってそうじゃないですか。ちょっと一旦だからこれ悩むわ。買ってくれないかな、僕たち買ってもらえないのかな。そんなことないよ、信じてれば絶対買ってもらえるよ。3人目もうここにいる。顔見えないです。私たちは戦力外通告と同じよ。そうだそうだ、大丈夫、僕たちが売れたら絶対次は君たちが前に出るから、チャンスは順番にやってくるものよ。そうだそうだ、そうだそうだ。聞こえました、ピエンたちの会話。うっすらと。マジで、うん、私もなんか聞こえてきて、うんうん、今のやつ聞くとやっぱりちょっと、うん、まあまあね、あのどういうこと、なんで増えたんですか。私ちょっと前にウェイトレスっていうミュージカル見に行ったんですけど、マジこんな感じ、高畑充希さんこんな感じです、うん、そうですね、だから私高畑充希って相当違いますよ、ほとんど高畑充希です。というわけでこれで買い物終了します。いや、あの高畑充希ちゃんはもうこれでこうなんで。あ、なるほどね、はい、以上です、ありがとうございました。じゃ、チャンネル登録よろしくね。はい、というわけで今ちょっとお会計していただいているところなんですけれども、なんかサンキューマートさんから今プレゼントいただきました。なんかこちらスピーカーと Bluetooth とかでもつなげる自撮り棒なんですけど、イヤホンと。こちらがあの11月から発売されるらしくて、まだあの店頭に出ていないみたいなんですけれども、特別にプレゼントさせていただいて。最高じゃないですか、ありがとうございます。サンキュー、サンキューマート、ダブルサンキュー。あ、これがダブルサンキューらしいですね。そうですよね、はい、でこれがなんか1個ずつでも使えるし、右左みたいな感じでステレオね。そう、ステレオとしても使えるっていうやつらしいです。めちゃ良い。あ、しかもこれ見て撮れる。最高だ最高だ。終わりです、バイバーイ。